国色陽子の今夜もシネマ。今週はもどかしい映画ウィーク。今日は流浪の月でございます。これですよ。可愛い少女がいるんですけれども、そこに大学生のフミっていうね、とっても優しい大学生の、男の子が来て、で2人は本当に仲良くなるんですね。で少女がお家帰りたくないっていうから、じゃあうちに来るって言うんで、うちに来ちゃうんですね。で夏の終わりにロリコンの誘拐者っていうレッテルが貼られ、で誘拐された被害者の少女ということになったんですね。なんか過去にとらわれて、で過去に決めつけられたものっていうのはもうどう拭い去ろうとしてもなかなか拭い去られない。そしてなんか逃げようとしてもその過去が追いかけてくるって。で本当のことを言おうと思って言えば言うほど信じてもらえない。 Thank you.